ツイン霊とは、同じ魂を持つ存在同士で、そのために、性格や身体的な特徴において、共通点が見られることがよくあります。特に、体の一部である手が、ツイン霊同士で似ているとされています。性別の違いがあっても、手の形や感触が共通することがあり、手をつなぐだけで、お互いがツイン霊であると感じることもあると言われています。では、なぜツイン霊同士の手が似ているのでしょうか？その理由やツイン霊の手の特徴、そして、ツイン霊に共通する手相について紹介していきます。ツイン霊には様々な共通点があると言いましたが、これらの共通点は、身体的な特徴だけでなく、目に見えない領域にも現れます。例えば、誕生日が全く同じであったり、生まれた年が違っても、月日が同じであることがあります。目に見えない領域では、異なる場所で生まれ、異なる人生を歩んでいた可能性があるにもかかわらず、非常に似ている経験を共有していることがあります。外見的な共通点もあり、ツイン霊同士では、ほくろの位置や、身長が同じなど、手も含めて似ているポイントが見受けられます。その中でも、手の形や指の長さ、爪の形、そして肌の質感や骨格などが、まるで自分の手のように似ていると感じられることがあります。ただし、手の大きさは、異なることがよくあります。男女で体格差があるため、ツイン霊同士でも、手の大きさには違いがあるかもしれません。しかし、手の形が異なるからといって、ツイン霊でないと結論することはできません。むしろ、異なる手の作りが、お互いに持っていないものを補い合っていることを示す可能性があります。例えば、男性の力強い手ができない繊細な作用を女性が担いだり、女性の華奢な手ができない力仕事を男性が担うなど、ツイン霊同士がお互いに助け合い、試練を乗り越えることが、手の作りにも現れているのです。ツイン霊は同じ魂を半分ずつ持つ存在であり、お互いに補い合って進んでいく使命が手にも現れていると考えられます。ツイン霊の手について、一見しただけでは、全く似ていないと感じることもあります。前述した大きさだけでなく、骨格や肌の質感、指の長さ、爪の形などが似ていないと感じても、それだけでツイン霊でないと結論付けることはできません。ツイン霊同士の手が似ていると感じる特徴は完全に一致するわけではないのです。手の大きさや指の太さは違うけれど、よく似た爪をしているとか、人差し指と薬指の長さのバランスが同じだとか、他の人とは違う共通点が見つかることでしょう。パッと見ただけでは、二人の手に似ている部分が見つからなかった場合でも、相手の手と自分の手をちゃんと見比べてみましょう。ツイン霊とは、同じ魂を持つ存在同士で、異なる生い立ちや人生を歩んでいても、共通の考え方や価値観を共有し、似た経験を積んでいるとされています。そして手相が似ているとも言われ、これは手相にお互いの独自性や結びつきが現れているからです。手相が似ていないと感じた場合、手相を確認することが一つの方法です。男女の体格差や手の大きさの違いがあっても、ツイン霊同士では手相が同じことがよくあります。手相は時間とともに変化し、ツイン霊同士が引き寄せられて出会うことで、手相が似てくることが期待されます。手相をチェックすることで、お互いの共通点や独自の経験が浮かび上がり、深い結びつきを感じることができます。手相は、ツイン霊同士の結びつきや共鳴を示す手がかりとなるでしょう。手相には魂のつながりが反映されており、親密な関係をより感じる手段の一つと言えます。ツイン霊と出会った際、相手が本物のツイン霊かどうかを確かめるためには、手をつないでみるという方法があります。ツイン霊の手に触れることで、他の人とは異なる特別な感覚が得られると言われています。手をつないでみることで、どのような感覚が生まれるのか、具体的にご紹介していきます。手にしびれるような電流が走る。ツイン霊の手に触れると、まるで電流が通ったかのようなしびれた感覚が生まれることがあります。この感覚は他の人との接触とは異なり、静電気のようなビリビリ感ではなく、深く重たいしびれが特徴です。ツイン霊同士が魂の統合を目指しているため、手がしびれるような感覚は、お互いのつながりが深まる証拠とされています。この感覚はつながりが深まると、手をつながなくても感じることができ、心地よさを覚える人も多いと言われています。話そうとしても話せない。ツイン霊の手をつなぐと、吸い付くような感触が生まれます。まるで磁石のようにピタリと吸い付く感覚は、自分の手が相手の手にぴったりと収まるかのような感覚をもたらします。手の大きさが異なっていても、
手をつなぐ瞬間に違和感なく一体化したかのような感覚が生まれ、これは二人が本物のツイン霊である証拠とされています。魂同士が喜び引き合うことでこの不思議な感覚が生まれ、ツイン霊同士の絆を感じることができます。熱いエネルギーを感じる。ツイン霊同士はお互いにエネルギーを感じ合うことができる存在です。出会った瞬間から体が直接つながっていなくてもエネルギー交流が行われています。しかし手をつなぐことでその交流が一層活発化します。手をつなぐ瞬間、熱いエネルギーが広がり、それが本物のツイン霊かどうかを感じる手がかりとなります。真冬で手が冷たくなっていたとしてもツイン霊と手をつなぐことでエネルギーの温かさを感じることができます。ツイン霊同士が持つ性エネルギーの交流が手を通して熱を感じる瞬間をもたらします。寒さで冷えた手もツイン霊の手に触れることで驚くほどに温まるでしょう。これはツイン霊特有のエネルギー交流が手を通して現れていることを意味しています。触れてない時に手に異変が起きる。ツイン霊同士が手をつないでいると強い心地よさとともにいつまでも手をつないでいたいという安心感が生まれます。しかしツイン霊と手を離すと手が自然と震えることがあります。これは手をつないでいる時の心地よさになれ、心がツイン霊を求めているために生じるものです。手の震えはツイン霊同士の心がお互いを強く求め、手を離すことで心が震え出す独自の感覚です。ツイン霊同士が手をつないでいる時、言葉がなくても心と心が通じ合い、テレパシーや性エネルギー交流で愛情が伝わります。手を離す時でもこの交流が終わるわけではありません。ツイン霊同士の心が引き続き強くお互いを求めているため、手が震えることがあります。手の震えはツイン霊同士の深い結びつきと愛情の表れなのです。同じ経験をしたり似ている人生を歩んできて出会うことがあるツイン霊だからこそ、手相の共通点は多くなるのです。ここではツイン霊の手相に現れる特徴を結婚線、パートナー線、仏言線、神秘十字線に分けて紹介していきます。結婚線、まず結婚線についてです。結婚線は小指の根元から手の外側に沿って現れる線で、その位置や濃さが結婚のタイミングや機会を教えてくれるとされています。結婚線の数は実際の結婚回数を示すものではなく、むしろ結婚のチャンスの回数を表すと考えられています。この線が小指から離れるほど結婚の時期が遅れる可能性があるとされています。ただし線の有無や本数から結婚できない離婚を繰り返すなどの判断はできません。特にツイン霊同士では結婚線が位置や濃さで一致し、変化も全く同じように進んでいくことがよく見られます。パートナー線、次にパートナー線についてです。パートナー線は生命線の内側に位置し、運命の相手との出会いや相手からの愛情を教えてくれると言われています。ツイン霊同士の手相では生命線に形の違いがあるかもしれませんが、パートナー線は驚くほど似た形状をしています。右手のパートナー線は自分から相手への気持ちを示し、左手のパートナー線は相手から自分への気持ちを象徴しますが、ツイン霊の場合お互いの感情の強さがほぼ同じであり、左右ともに全く同じ形をしているのが特徴です。仏言線、三つ目はツイン霊の特有な手相の一つである仏言線についてですが、仏言線は親指の第一関節に目のような形で線が現れ、スピリチュアルな力が高い人の手相とされています。ツイン霊同士ではお互いが仏言線を持ち、その形状も驚くほど似通っていることがよくあります。ツイン霊は魂の統合を目指して何度も生まれ変わり、前世からの統合への思いが受け継がれ、スピリチュアルな力が高まっていると考えられています。この仏言線はツイン霊同士が目に見える形でつながり、相手にも同様の線があることを示しています。神秘十字線、続いて神秘十字線、これは手のひらの中央にできる十字の線で、感情線と知能線が交わる手相です。ツイン霊であってもなかなか現れることがないとされている神秘十字線は、ツイン霊同士が良縁に恵まれることを示しています。神秘十字線が存在しているとツイン霊との出会いが運命的であり、お互いが同じタイミングでこの線を持っていることが多いです。ツイン霊同士の関係は非常に特別で、手相が提示する特有の形状はお互いの魂の統合を象徴しています。魂の部分でつながりを持つツイン霊とは似ているところを多く持っているため、
手や手相までも似ていることがあります。体の中でも一番エネルギーが出入りしやすいとされているテユイン、波長が合うツインレイからメッセージを受け取ってしまうのでしょう。ツインレイの相手と手をつないだり触れ合うことをすれば、今までとは違った何かを察知し、相手をツインレイだと判断することができるのかもしれません。スピリチュアルな観点で捉えられるツインレイとは、前世で一つの魂として結びついていた存在が、特別な使命や成長のために現世で二つの魂に分かれてしまったものとされています。この状態が起こることで、それぞれの魂は別々の経験を通じて成長し、精神的な進化を遂げることが期待されています。ツインレイ同士は魂の片割れとも呼ばれ、深い結びつきを持つとされています。ツインレイは誰にでも存在する唯一無二の相手であるとされ、彼らとの出会いが魂のレベルを向上させると信じられています。そのためツインレイとの遭遇は特別で、その瞬間に魂が高次元な変容を遂げると言われています。ツインレイの特徴の一つとして、目に焦点が当てられます。なぜなら目は波動を放つ部位であり、ツインレイの目には特有のエネルギーが現れると考えられているからです。ここではツインレイの目の特徴を紹介します。これらは単なる外見の特徴だけでなく、深い霊的な意味を持つものとされています。あくまで参考程度に、ツインレイとのつながりを感じる際の手がかりとしてご覧いただければ幸いです。 1. ツインレイは目に惹かれる。ツインレイの目には特別な魅力があります。顔の中で目が最も印象的で、その力強い印象が人に深く訴えかけます。目から発せられる波動はツインレイの存在を感じさせる要因となっています。ツインレイの目を見ると、特有の安心感や癒し、心地よさを感じることがあります。この特別な波動は、お互いの魂が調和している証拠であると言われています。ツインレイの目の特徴によって感情が引き寄せられ、深いつながりを感じることができるのです。 2. ツインレイは目が綺麗。もう一つの特徴は、ツインレイの目が美しいことです。ツインレイの目は純粋で、まっすぐでありながら自信にあふれています。これが美しい景色を見ているかのような印象を与え、見るものを引き込んでしまうことがあります。またその目を見ることで気持ちが浄化され、心が癒されると感じることがあります。初対面の人でさえ、ツインレイの目に美しさを感じることが、彼らの独自の特徴の一環と言えるでしょう。この美しい目は、ツインレイ同士のつながりを象徴し、深まる関係を育む要素となっています。 3. ツインレイの目がキラキラと輝いているように見える。ツインレイの目の特徴の3つ目は、目がキラキラと輝いているように見えることです。人の目には波動が存在し、ツインレイ同士が出会うことで、その波動が一層高まり、目が輝いて見えるとされています。ツインレイ同士の出会いは稀であり、その特別な瞬間において、魂の高まりと魅力の向上が同時に起こると考えられています。キラキラと輝く目は、お互いが相手の目に魅力を見出し、惹かれ合っている可能性を示唆しています。 4. ツインレイは目が似ている。ツインレイ同士は前世で一つの魂だったものが、現世で二つに分かれてしまった存在です。この独特の経緯により、ツインレイ同士は性格や特徴において共通点が多く、目の形や色、目力などが似ているとされています。自分の顔を鏡で見たとき、ツインレイに見つめられているような感覚を覚えることがあり、その瞬間、お互いの目が似ていることを感じるでしょう。この共通性は、魂の深いつながりの現れであり、目から放たれる波動が同じ高さを共有していることを示唆しています。 5. ツインレイの目に吸い込まれるような感覚がある。ツインレイの目の特徴の5つ目は、目に吸い込まれるような感覚があることです。ツインレイ同士は前世で一つの魂だったものが、特別な使命を果たすために現世で二つに分かれた存在です。このため、ツインレイ同士が出会う瞬間には、お互いの魂が引き寄せられ、深いつながりを感じるとされています。ツインレイの目を見つめると、その深い魂の結びつきによって、まるで目が吸い込まれるような感覚を覚えることがあります。これはツインレイ同士が魂レベルでの統合を求めている証であり、非常に特別な経験とされています。 6. ツインレイは写真で見ても目に惹かれる。ツインレイの目の特徴の6つ目は、写真で見ても目に惹かれることです。ツインレイかもしれない人の写真を見た際に、目に強く惹かれ、離せなくなったり、引き寄せられる感覚を覚えることがあります。ツインレイは魂の片割れとして存在し、その存在を相手に伝えるために波動を発しています。
写真を通して相手に気づいてほしい、会いたいという魂のメッセージが伝わり、見る者に感動や惹かれる感覚をもたらします。この特徴はツイン霊関係の神秘的な美しさを体現しています。だな、目を見た時になぜか懐かしさを感じる。ツイン霊の目の特徴の7つ目は、目を見た時になぜか懐かしさを感じることです。ツイン霊同士は魂の片割れとされており、初対面でもどこかで一度帰ったことがあるかのような懐かしさを感じることがあります。これは魂が前世からのつながりを感じているためであり、ツイン霊同士の出会いが他の人とは異なる特別なものであることを示しています。またツイン霊の目を見た瞬間に直感的に相手がツイン霊であると感じることもあり、この出会いを大切にしなければならないと強く感じることがあります。8、ツイン霊は目が優しい。ツイン霊の目の特徴の8つ目は、目が優しいことです。ツイン霊との出会いは通常30代から50代前半にかけての年齢層でよく起こるとされています。これは人生の経験が積み重なり、性格や生き方が顔に現れやすくなるためです。ツイン霊はどの相手に対しても愛情を持ち、ポジティブな生き方をしてきたため、その優しい心が目に現れるとされています。他の人とは異なり、ツイン霊同士の深い絆が目に宿り、視線からも温かさと優しさが感じられることが特徴です。9、ツイン霊から目が離せない目で追ってしまう。ツイン霊の目の特徴の9つ目は、目が離せない目で追ってしまうことです。理由がはっきりしないままになぜか気になってしまう、目が離せない、目で追ってしまうといった感覚がある場合、それがツイン霊である可能性が高いとされています。この現象は唯一無二の魂の片割れである相手との出会いを強く記憶に刻みたいという強い思いから生じるものと言われています。上述したように、ツイン霊の目は綺麗であり、キラキラと輝いているように見えることもあり、その美しさや輝きに引き寄せられる感覚が起こりやすいです。またツイン霊同士が一緒に過ごす時間や体を重ねるときに、お互いの目を見つめ合うことで愛のエネルギーが溢れ、特別な感情を共有することができるとされています。これらの要素が相まって、普段目を合わせることが苦手な人でもツイン霊との出会いによって相手の目が離せなくなる、目で追ってしまうという特徴が生まれると考えられます。10、愛のエネルギーに溢れている。人の目を見ることが苦手な人でもツイン霊の場合は、相手の目が離せないような感覚に陥ることがあります。ツイン霊の目は愛のエネルギーに溢れているとされています。この特徴により、他の人とは異なる懐かしさや温かさを感じることがある。お互いに見つめ合っているだけで膨大な愛のエネルギーを無意識に感じ取るといった独特な感覚が生まれます。ツイン霊同士が愛し合っていると、目を見つめる時間が増え、この瞬間は特別なものとなります。愛のエネルギーは相手との深い結びつきや魂のつながりを感じさせ、お互いに引き寄せられる存在であるツイン霊同士において、目を通して特に強く現れる特徴の一つと言えるでしょう。続いては、特徴の他にも見極められる方法を知りたい方のために、目にまつわるサインをお伝えします。いろいろな面で観察し、本物の愛を見つける手段にしてください。1、目が合うと目が離せない。ツイン霊同士が出会うと、まるで申し合わせたかのように目が合ってから離れなくなることが特徴です。この瞬間、まるで体の内側から引き寄せられるような感覚が生まれ、時間が止まったかのように感じられることがあります。ツイン霊同士の魂には時間の概念がなく、お互いに引き寄せられる動きが始まると同じ状態が繰り返されるとされています。目が合っている間は時間が流れているものの、当事者たちにとっては一瞬の出来事のように感じられます。お互いの動きがシンクロしていることも一因で、相手の視線によって引き込まれる感覚が生まれます。まっすぐな視線が純粋を伝え、相手がどんな存在かを引き合う感覚で気づくことがあります。2、ツイン霊は目で会話する。ツイン霊同士はテレパシーを通じて相手の気持ちが理解できるようになります。魂が深く結びついているため、相手の心を理解することができ、まるで言葉を交わさなくても思いを共有できる感覚が生まれます。初対面であってもお互いの視線が交わり、目で会話が始まります。この瞬間はドキドキし、緊張感に満ちた時間でもありながら、言葉を交わさずとも相手との理解が深まります。ツイン霊同士のアイコンタクトは、お互いが阿吽の呼吸でことを進め、探し物の手助けや心のフォローなどを含む深いコミュニケーションを可能にします。3、
相手から強い視線を感じる。ツインレイ同士は強い視線を感じることがあります。ただ単に見つめるだけでなく、自然に思いが込められ、その結果として目力も増大します。見つめられる側は、じっと見つめ続けていることに気づいていなくても、受け取る側は、異常に強い注視を感じることがあります。ツインレイのエネルギーは、何も意図していなくても発せられており、相手にとっては、まるで全てが見透かされているかのような雰囲気を作り出しています。距離があっても、視線を感じ、目が合う機会が増えるのは、ツインレイである可能性が高い兆候とされます。ツインレイ同士は、言葉よりも相手の目を見つめることで、心を通わせます。この特別な結びつきから、生まれるエネルギーは、言葉では表現しきれない多くの情報を含んでいます。お互いが特別な存在であるからこそ、言葉を超えた心の交流が深まります。相手の目に宿るエネルギーを感じ取り、彼との結びつきから何を得られるか、そして何を望んでいるのかを素直な心で見極めてみましょう。今回はツインレイの声にはどのような特徴があるのか解説したいと思います。これを満たしている相手はあなたのツインレイであり、運命の相手なのです。まずはツインレイの声の特徴をしっかりと確認し、身近にそんな人がいるかどうかチェックしてみましょう。1. 声が似ている。ツインレイの声には特有の特徴があります。まず、彼らの声が驚くほど似ている点が挙げられます。ツインレイは、お互いに非常に強い結びつきを持つ存在であり、そのつながりは一種の片割れのようなものです。この深い結びつきにより、彼らの声には共通の特徴が多く現れ、声のトーンや話し方、発音の仕方などが非常に似通っていると感じられるでしょう。これにより、ツインレイの声を聞いていると、まるで自分の声を聞いているかのような感覚に陥ることがあります。彼らの声が似ていることにより、周りからはしばしば間違われることがあり、兄弟のような家族的な絆を感じることができるでしょう。ツインレイの声が自分と同様であることから生まれる共感は、心地よさや安心感をもたらし、これが彼らを好きになる要因となります。ツインレイ同士の声の類似性が、まるで家族としての結びつきを感じさせ、愛着を抱かせることがあります。そのため、ツインレイの声に惹かれるのは、自然なことであり、その特有の共感が深い結びつきを築いているのです。2. 本能的に好きな声。ツインレイは、お互いにとってなくてはならない存在であり、強力な惹かれ合いが存在します。この関係から来る本能的な愛情は、言葉ではなかなか説明できません。ツインレイ同士は、お互いの声に対して、本能的に好意を抱き、理屈ではない感情が芽生えます。彼らの声は聞いているだけで安心感をもたらし、穏やかな気分に包まれることがあり、これは一種の心の安らぎをもたらします。互いの声を通じて満たされる感覚は非常に強く、声だけで心が充実感に満たされることがあります。ツインレイ同士の魂が惹かれ合っていることから来る、相手の声を求める本能的な欲望が、彼らをお互いに引き寄せ、愛情を深める一因となっています。この深い結びつきは、単なる感覚ではなく、魂の奥深い部分で、相互に惹かれ合っていることを示しています。3. 心の中でも聞こえる。相手の声が心の中で聞こえる。これは、経験によって理解できるもので、初めて感じることができる現象です。言葉にしづらいかもしれませんが、ツインレイ同士は、相手の考えや感情が瞬時に心に伝わり、相手の気持ちを迅速に理解することができるのです。心の声を感知できるからこそ、何も言葉にせずとも、相手の気持ちが透明になり、理解し合うことができるのです。この特異な能力は、ツインレイ同士の魂のつながりが強く、運命の相手であることや、前世からのつながりがあることに起因しています。そのため、テレパシーのように心で言葉を交換することができるのが、ツインレイの特徴です。心での会話が可能であるため、ツインレイの声は心地よく感じられ、その独自のつながりにより、他のどんな関係とも比べ物にならないほど、愛おしさを感じるでしょう。4. 溝落ちに響いてくる。ツインレイの声には独自の感覚があります。言葉は振動として耳に届くもので、ツインレイの声は、その振動が特に溝落ちに響くような感覚がします。音は振動の一種で、振動は空気を通して伝わり、私たちの耳で感知されます。ツインレイの声もこの原理に基づいています。彼らの声の振動は、他の声とは異なり、まるで、溝落ちにダイレクトに触れているかのような印象を与えます。
ツインレイとの出会いや彼らの声を聞くことにより、なぜか溝落ちが傷んだり、不思議な違和感を感じたりすることがよくあります。これは、彼らの声が持つ特有の振動が、溝落ちに影響を与えている可能性があるからです。この振動が引き起こす感覚は、言葉では表現しにくいものですが、まるで心地よい共鳴のようなものかもしれません。ツインレイとの独自なつながりが、声を通じて、身体的な感覚にも影響を及ぼすようです。これにより、彼らの声が特別な存在であると感じられ、言葉を超えた深い結びつきを味わうことができるのです。ツインレイの声にはユニークな特徴がありますね。声が似ていることや、本能的に好きと感じることが大きな特徴です。そして、心の声が聞こえるというのも、なんだか不思議で面白いポイントですね。これらの特徴がなぜそうなのか、ツインレイ同士は深い結びつきがあるとされています。過去からのつながりや、魂が深く関わっているからこそ、声にもそれが反映されているのかもしれません。声の似ている部分や心の声を感じるのは、彼らの特有な関係性が影響しているのかもしれませんね。次にツインレイの声の特徴と、それぞれのメカニズムをご紹介します。ツインレイの声のメカニズムを、しっかりと理解していきましょうね。1. ツインレイと声の似るのはなぜ？ツインレイの声が似ている理由は、ツインレイとは、前世からの縁や深いつながりがあるからです。過去には家族や兄弟、夫婦などの近しい関係にあり、その縁が根性にも影響しているんです。だからこそ、お互いの声には共通点があり、似ていると感じるのです。声が似ていることで、お互いに安心感や親しみを感じやすくなります。初対面でもなぜか懐かしさを感じ、すぐに打ち解けることができるのは、これらのつながりがあるから、声の共通性は、お互いの波長が同じであることを表していて、深い絆を感じる大きな要因なんです。2. 互いの声を本能的に好きになるのはなぜ？互いの声を本能的に好きになるのは、ツインレイ同士が運命の相手であり、お互いにとってなくてはならない存在だからです。これは理屈では説明できない感情で、心の奥底から相手を求め、惹かれ合っているから、感情や論理を超えた、理由のわからない本能的な愛情が芽生えます。ツインレイ同士は、お互いを魂の底から欲しており、感情や考え方ではなく、魂が惹かれ合っているからこそ、声が好きと感じられるのです。お互いの存在が幸せの象徴であり、魂の奥深い結びつきが、声にも影響を与えているのでしょう。3. 相手の声が心でも聞こえるのはなぜ？相手の声が心でも聞こえるのは、ツインレイ同士がテレパシーで交信できるからです。ツインレイは無意識的に、お互いの声を受信しているのです。夫婦や家族など、つながりが深い相手の変化に気づきやすいことがありますよね。ツインレイも同じく、深いつながりがあるため、心の声を通じて、相手の声を聞くことができるのです。なんとなく感じることが、ツインレイからの心の声を受信している証拠であり、あなたの心が反応しているからです。ツインレイ同士は深いつながりがあり、互いを求め合う存在であるため、声を発さなくても、心で声を聞くことができるのです。この心の通信は言葉にならない感情や思考のやり取りを可能にし、お互いの存在をより深く理解できるようになります。ここまでで、インレイの声の特徴それぞれのメカニズムを見ていきました。ツインレイはあなたと深くつながっていて、彼らはとても大切な存在です。魂でお互いを求め合うからこそ、ツインレイの声は特有の特徴を持ち、あなたに影響を与えます。では、ツインレイの心の声を聞く方法はどうすればいいのでしょうか？最後に、ツインレイの心の声に耳を傾ける方法を紹介します。ツインレイと深くつながり、心の声を感じ取りましょう。お互いをより深く理解し、魂のつながりを感じながら進んでいきましょう。1. 自分の気持ちに素直になる。まず、自分の気持ちに素直に向き合い、心の声を聞くことが重要です。ツインレイとのつながりを深めるには、まず自分自身を知り、受け入れることが必要です。素直になることで、心の声がクリアに聞こえ、ツインレイの存在との強い結びつきを感じることができます。心の声が響くことで、ツインレイの声もより明確になります。テレパシーのような交信が可能になり、お互いの声が通じるようになります。反発せずに、自分の感情に向き合い、受け入れることが第一歩です。自分の心に耳を傾け、素直な気持ちを大切にしましょう。2. 相手を思い浮かべ、
幸せを祈る、ツイン霊とのつながりを深めるためには、相手を思いやり、幸せを祈ることが重要です。相手の顔を心に描き、幸せであることを心から願いましょう。相手の幸せを思うことで、お互いの気持ちが交わり、ツイン霊の声が鮮明に聞こえるようになります。ツイン霊は、お互いを幸せに導く存在です。相手の幸せを祈り、お互いの心のつながりを信じることが大切です。自分が幸せを祈ることで、魂が浄化され、ツイン霊の声をより感じることができます。3. スピリチュアルな感受性を高める。ツイン霊とのつながりをより感じるためには、霊的なアンテナを広げ、スピリチュアルなことに、敏感になってみましょう。人は皆、うちに霊感が備わっています。ツイン霊との強いつながりを感じるためには、自分の霊的な感受性を開発することが重要です。信じる心とつながりを強く感じることで、ツイン霊の存在との結びつきが一層深まります。運気の流れやチャクラ、エネルギーなど、スピリチュアルな領域に敏感になることで、ツイン霊の声をよりクリアに聞き取ることができるでしょう。ツイン霊の存在を信じ、スピリチュアルな側面を受け入れることが、彼らとのコミュニケーションを強化する鍵となります。信じることとつながりを感じることは、ツイン霊の声を聞く上での重要な要素です。自らの意識を整え、スピリチュアルな側面に開かれることで、ツイン霊との深い結びつきを実感しやすくなります。ツイン霊の声は、魂の深いつながりによって、特別なものとなります。その声は聞いているだけで心が穏やかになり、幸福感に包まれることもあります。ツイン霊との絆が深まるにつれ、心の声がクリアに聞こえ、言葉を交わさなくても、お互いの気持ちを理解し合えるようになります。自分自身に素直に向き合い、ツイン霊の声に耳を傾けてみてください。そこには新たな感動や理解が広がっていることでしょう。ツイン霊とは、もともと同じ魂を持って生まれた存在であり、片割れの魂を持ったツイン霊は、お互いにとって、もう一つの自分のような存在です。ツイン霊同士は、価値観や顔のパーツ、誕生日などが似ていることがあります。これは前世からの深いつながりが影響しており、現世で出会うことが、運命づけられています。そのため、ツイン霊同士は、生まれる前から辿る運命が共通していることがよくあり、誕生日や血液型が似ていることも、珍しくありません。ただし、血液型が同じだからといって、それだけで、ツイン霊を判断するのは難しいことです。目に見える特徴だけでなく、視覚で確認できない部分も含めて、お互いのつながりを深く理解し合うことが重要です。見えない縁や絆を軽視することなく、ツイン霊同士の関係を育んでいくことが大切だということを忘れないでくださいね。ツイン霊同士の血液型異なっていても、それは決して悪いことではありません。実際、これは自然なことであり、むしろ当然と言えるでしょう。ツイン霊とは、もともと同じ魂から生まれた存在であり、片割れの魂を持つことは、言い換えればもう一人の自分を指します。そのため、性格や価値観、さらには顔のパーツや誕生日などが似通っていることがよくあります。血液型もその一環で同じであることもあります。しかし、血液型が同じであるからといって、それだけでツイン霊同士の関係性を判断するのは難しいことです。なぜなら、ツイン霊同士が別れる背後には、お互いが別々の経験を通して学び、成長するという目的があるからです。ツイン霊同士の血液型が異なる場合、それは、正反対の性質を持つことを示唆します。そして、これは互いに異なる人生や運命を歩んできた可能性が高いです。しかし、これは決して悲観するべきことではありません。異なる血液型や性質を持つことで、お互いに新しい視点や価値観を持つことができ、これがツイン霊同士の成長や学びにつながることがあります。異なるものを持ち寄り、お互いに尊重し合いながら歩んでいくことが、深い統合と成長につながるのです。もちろん、これには困難な試練も伴うかもしれませんが、お互いを信じ、愛し合うことで乗り越えることができるでしょう。同じツイン霊男性であっても血液型が違うだけで、それぞれ異なる部分を持っているはずです。物事の捉え方はもちろん、価値観仕事や恋愛の向き合い方など様々。ここからは、血液型別にツイン霊男性の特徴を解説します。A 型ツイン霊男性の特徴。A 型のツイン霊男性は、責任感が強くて、おおらかで親しみやすいリーダー的存在です。他者の困りごとに対してすぐに手を差し伸べ、優しい性格が特徴です。
平穏な生活を好み、トラブルを避けることを望んでいるため、慎重で心配性であることがあります。計画的かつ実行力があり、ミスを起こしにくい一方で、時には束縛する傾向があります。一途で丁寧な愛情表現があり、相手を大切にする姿勢が愛される要因となります。ただし、心配性な一面から来る束縛に注意が必要です。B 型ツインレイ男性の特徴。B 型のツインレイ男性は、強いこだわりを持ちながらも、自由奔放な性格が特徴です。好き嫌いが激しく、こだわりの強さから譲れない部分があります。感情や欲求に正直で気まぐれな一面もあり、時には周囲を振り回すことがあります。好奇心旺盛で刺激を求め、自由な個人行動を好む傾向があります。異なる経験や新しい出会いを重視し、独自の視点で物事を捉えます。恋愛においても、一時的に強い興味を示すことがありますが、他の異性にも注意を向けることがあります。純粋で共有を大切にする姿勢が魅力ですが、遊び心も持っています。O 型ツインレイ男性の特徴。O 型のツインレイ男性は、基本的には明るくポジティブな性格を持っています。彼らは責任感と正義感が強いリーダータイプで、注目されたり、頼られたりすることを喜びとしています。自信に満ち、負けず嫌いな一面もあり、一度決めたことは、最後までやり遂げようとする意志力があります。社交的で気遣いができ、人間関係を築くのが得意なため、友人や知人とのつながりが広がりやすく、良好な状態を維持しやすいです。彼らは寛大で心が広いため、些細なことで起こることは少なく、人々との円滑なコミュニケーションを重視します。しかし、その寛大な性格が災いして、他者に騙されることもあるかもしれません。AB 型ツインレイ男性の特徴。AB 型のツインレイ男性は、二面性を持つ不思議な人が多い傾向があります。彼らは普段はクールな印象を与える一方で、信頼する人に対してのみ見せる、ロマンチストな一面があります。知識の吸収力が高く、早い頭の回転と卓越した知性を兼ね備えた、エリートマンとされることがあります。恋愛においては、進展に時間がかかる傾向がありますが、結婚願望が強いため、一度交際が始まると、結婚までのステップが早いこともあります。ベタベタした付き合いよりも、自立した関係を好む傾向があり、相手が依存心を強く持っている場合は、お互いに疲れることも考えられます。次にツインレイ女性の特徴を解説します。男性との違いや自分の血液型の特徴について、ぜひチェックしましょう。A 型のツインレイ女性。A 型のツインレイ女性は、まるで誰もが抱く理想の真面目できちんとした性格を持っています。神経が細かく、他の人が見逃すような些細な点にも気を配り、そのために、周囲からしっかり者として信頼されることが多いです。ただし、人の評価を気にしすぎる傾向があり、努力家ながら、自己評価が低いことが課題となることもあります。恋愛においては、一度好きになると、真剣に相手を大切にし、早い段階で結婚を視野に入れることが一般的です。遊び半分の付き合いよりも真剣交際を望みます。B 型のツインレイ女性。B 型のツインレイ女性は、自由奔放で、気まぐれな性格が特徴です。他の人とは異なり、自分のペースを大切にし、独自の行動や考え方を重んじます。その天性の明るさと気さくな人柄によって、どんな状況でも楽しさを見出すことができるのが、彼女たちの魅力です。ミスをしても立ち止まることなく、次へ進むために、上手に気持ちを切り替えることが得意です。恋愛においては、感情の波が激しく、マイペースな性格が影響して、熱しやすく冷めやすい一面も見受けられます。そのため、自分のペースを大切にしたいと考えることでしょう。O 型のツインレイ女性。O 型のツインレイ女性は、ポジティブな性格で大雑把な一面があり、小さなことにこだわらず広い心を持っています。これにより、コミュニケーションにおいてトラブルが少なく、周囲と円滑な関係を築けることができます。ただし、好き嫌いが激しく警戒心が強いため、親しい友人はいても、すべてを話せるような親友はないこともあります。恋愛においては、情熱的で、相手に積極的にアプローチします。独占欲が強く、相手を失うことへの不安や焦りから行動することがあります。AB 型のツインレイ女性。AB 型のツインレイ女性は、ミステリアスな雰囲気をまといつつも、非常に明るく楽しい性格を持っています。心を開くと甘えることもありますが、干渉されることが苦手で、過度な干渉は、怒らせる原因となります。
礼儀正しく上品で、自立心が強い一方で、誰かに頼ることを嫌います。問題や困難な状況に直面しても、自分で解決する強い意志を持っています。恋愛においては、お互いを高め合う関係を望み、成長や向上心が重要視されます。楽しいだけでなく、共に努力し合える恋愛を求めることでしょう。それぞれの血液型の特徴について、理解できたところで、血液型とツインレイとの関係で必要なことについてお話ししたいと思います。A 型のツインレイの場合、A 型のツインレイは、一般的に真面目で責任感が強く、相手への思いやりが特徴的です。そのため、関わる際には、思慮深さが求められます。A 型は他者へのサポートや共感が得意であり、自分自身も律儀な性格が多いです。ツインレイが A 型の場合、自己中心的な態度ではなく、相手の感情や考えに敏感になり、お互いに協力し合うことが絆を深める秘訣です。B 型のツインレイの場合、B 型のツインレイは自己主張が強く、独自の考え方を持っています。自由奔放で柔軟性があり、変化に対応するのが得意です。そのため、関わる際には、自由さと柔軟性が求められます。B 型のツインレイは、自分の意見を尊重されることを重要視し、相手に対しても開かれた態度を期待します。お互いに対話し、異なる視点を受け入れることで、ツインレイ同士の結びつきが深まります。O 型のツインレイの場合、O 型のツインレイと関わる際に求められるのは、信頼と安定です。O 型の人々は一般的に、穏やかで他者を思いやる性格が特徴的です。そのため、関係を築く上で相手を信じ、お互いに支え合うことを意識しましょう。信頼と安定感があれば、ツインレイ同士の結びつきも、より強固になります。お互いに安心感を共有することで、成長と統合への道を進んでいくことができます。AB 型のツインレイの場合、AB 型のツインレイとの関係には、独特なバランスが求められます。AB 型は、理性と感性を兼ね備え、創造的な思考が得意です。お互いを認め合いながらも、共通点を探すことが大切です。異なる特性を持つ AB 型同士が協力し合い、バランスを取りながら、関係を構築することで、深い結びつきを築くことが可能です。理解と調和を大切にし、お互いの強みを尊重することが、ツインレイ同士の統合に向けた一歩となります。ツインレイとの共通点は血液型以外にもあります。最後に、ツインレイの血液型以外の特徴について見ていきましょう。同じ干支や星座である、ツインレイ同士には、血液型だけでなく、干支や星座が同じことがあります。魂の片割れであるため、似たような性質を共有したり、運命を辿ったりすることがよくあります。同じ干支や星座の共通点は、相手がツインレイである可能性を示唆する手がかりとなります。運命数ソウルナンバーが同じである。また、ツインレイ同士では、運命数ソウルナンバーが同じことがあります。運命数は生年月日を計算して求められ、一桁もしくは、11、22、33のゾロ目になるまで足し続けた数です。例えば、同じ運命数を持つことは、ツインレイである可能性が高いとされています。運命数の出し方の例、生年月日が1993年12月23日なら、1931億2233万303。この場合、運命数は3です。これらの要素は、あくまで手がかりであり、ツインレイの統合が進む中で、確信を持つことが重要です。無理に特定の条件を求めるのではなく、相手とのつながりを感じ、信じる心を大切にしていくことが、統合への一歩となります。今回は、ツインレイの血液型についてお話ししました。ツインレイ同士は、一つの魂を共有しているため、本質的な部分では似ていることもありますが、必ずしも全てが同じとは言えません。血液型が違うからといって、ツインレイではないのかもと決めつけるのは避けるべきです。ツインレイの結びつきは視覚的に確認できることもあれば、そうでないこともあります。それが正しいかどうかもわからないものです。大切なのは、相手を信じることです。相手の血液型特定できなくても、その絆や信頼を育んでいくことが何よりも重要です。ある特定の条件に縛られず、お互いを受け入れる心が、真のツインレイの統合に近づく一歩となるでしょう。気になる人や彼氏が本物のツインレイなのか知りたい。ツインレイと結ばれて、幸せを手にするにはどうすればいいんだろう。ツインレイは魂の片割れであり、世界にただ一人しか存在しない特別な存在です。
出会った瞬間に惹かれ合い、結ばれることで、最高の幸福を手に入れることができる、運命の相手です。しかし、気になる人や彼氏が、ツインレイなのかどうかを確信するのは難しいことです。ネットで情報を探しても、ツインレイとどうやって結ばれるかがわからない場合もあるでしょう。確かに、世界にただ一人しかいない、ツインレイと結ばれるのは容易なことではありません。ただ待っているだけでは、結ばれることはありませんし、現世での統合は難しいものです。その上、偽ツインレイを選んでしまうことで、浮気や離婚といった結末を迎えることもあります。しかし、ここまで動画を見たあなたは大丈夫です。ここでは、大手企業や有名人も信頼する怖いほど当たる、ツインレイ鑑定をご紹介します。これは、ただの占いではなく、願望成就のプロが行う鑑定です。あらゆるツインレイに関する疑問を解決し、統合への道を導いてくれます。本物のツインレイかどうか瞬時に見抜いたり、相手の気持ちまで読み取るツインレイ鑑定。さらに、願望成就や波動調整によって、ツインレイと結ばれたり、本物のツインレイと出会うことができます。こういったツインレイに関することすべてを的確に読み解き、統合まで導いてもらうことができます。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。